高橋よいチャンネル。とあるネットで見たんですけど、5月の実質賃金14ヶ月連続で減少しているのに税金は過去最高税収を更新している、うん、みんな奴隷なんじゃないかみたいなこと言ってる人がいて、なるほど、ね、これはどうですか、うん、まあ、だからそういうことを言うんだったらこういうふうにしたらいいよってことを一緒に言った方がいいんだよね、はい、事実はそういうふうに見えるんだよね、はい、これに対する言い方としてはね、はい、実質賃金が減少してるのはそうなんだけど、動きを見てたらどうなのかって、実質賃金が減少がだんだん減少幅が狭まってきてるから、はい、ちょっと見ると、はい、もうちょっとしたら多分実質賃金がプラスになると思いますよ。どっかで逆転する。そうそう。それはなぜかっていうと、これはもう賃金の上げとインフレ率の関係だけなわけね、はい、で賃金の上げよりかインフレ率が上回っていると実質賃金がマイナスになると、はい、これだけの話だからね、はい、これで、まあ、インフレ率の方が先にちょっと上がるんですよ、海外の要因とかそういうのがあったりして、ね、うん、価格の話だからすぐ上がりやすいのね、はい、でも賃金は年間一遍しか交渉しないとか言って、はい、そう簡単には上がらないわけ。賃金が上がるのはすごく遅れるわけね、はい、大体遅れて上がるんだよね。だから どうやって遅れて上がるかっていうと、賃金の春の春闘とかなんかで交渉して、はいはいはい、それの後に徐々に上がっていくとかね、はい、そんな感じになるわけね、はい、インフレ率が先に上がっちゃうからね、はい、それでちょっといつもちょっと賃金の上がりが遅くなるって当たり前なんですよ。だいたいどのくらいの差があるかっていうと半年とか1年くらい差があるんだよね。でそれはもう今までのデータ見てればそうだから、はい、今の時点では確かに実質賃金はマイナスなんだけど、はい、すごいマイナスではなくて、マイナスの幅がだんだん縮まってるって状況ですよ。ノーマルな、まあ、自然な動きであること間違いないんだけど、でもそれとともに、はい、あれだよね、過去税収最高だって言ってた時に、はい、じゃあどうしたらいいかって言えばいいだけなんで、おそらくどうしたらいいかってことが言いにくい人は、はい、いやもうそれでけしからんってただ言うだけなんだけど、はい、どうしたらいいかっていうのは結構簡単でさ、かつてもあったんだけど、はい、成長減税っていう考えがあるんですよ。成長減税、うん、成長減税ってどういうのかっていうと、はい、すごく、経済成長すると、はい、そうすると見込みよりかは税収が上振れすると、はい、で上振れなぜするかっていうと、まあ、多少ちょっと見込みよりかインフレ率高くなってると、はい、消費税額も増えるし、はいはいはい、それとあと所得税も累進課税って言って、はい、要するに高額所得者の方の人の方が所得が増えるとより税収が増えるからね。でこういうのは税収の男性値っていう言い方するんだけど、経済成長が 1% 増えた時に税収がどのくらい増えるかっていう話で、だいたい平均的に言うと経済成長率が 1% 増えた時に税収は 2% か 3% 増えるんですよ。そうなんですね、これはそんなもんなん、はい、これ男性値が2とか3であるってそういう言い方するんだけどね、そういうふうな今までの傾向があると、実はほんのちょっと景気が良くなると税収がそれ以上増えるっていうのは分かってるわけ。うん、それを使うと実は経済成長を結構するときには税収は予想以上に来るから、はい、その差分を差額を実は減税に回すっていうんで成長減税っていう言い方になるわけ、はい、うん、これね、こういうのすると数字ではないとダメなんだけどね、はい、まあ、こういうのも定性的にね、なんか、まあ、怒ってるだけの人ってこういうのはちょっと定性的にな言い方だけで定量的にね数字でいないと思うんだけど、はい、具体的には、一番直近で政府の方が税収見積もりして一番マックスだったっていうのは今年の1月なんだけどね、はい、これは68兆って見込んでるわけ。そうでしたね、はい、それで68兆って見込んでるから、はい、今71兆になったんでしょ、はい、ちょっと3兆円は余計だから減税しなさいって言い方する、はい、そう簡単なんだよこれ。だからこの差分は3兆円は減税しなさい、はい、3兆円減税するっていうと国民一人当たり大体3万円レベルなのかな。お、うん、だから平均的にはね、はい、だからこれは正当な権利で、まあ、正当で言えばいいんだよ。これで昔はこういうのよくやってたよ。だから今の自民党の政調会長、はい、政調会長は政務調査会って意味だけどね、政調会長、政調会でよくこういう話してた。だから政調会長のことをね、はい、実はね政調会長です、伸びる政調会長ってよく言ってたよ。だからそういうふうに言ってる人もいて、ちょっと一番最近だと私がね、はい、小泉政権の時に、はい、まあ、いろいろとお付き合いしてたね、中川秀直さんって人がいて、はい、中川秀直さんはね、高橋さん自分のこといいよ、政調会長って言っていいよ、ただしあれ政務調査会じゃなくて政調だよって言った。これで中川さんは政調したら減税するとそういうこと言ってたよ。あ、そうですか、うん、だからそういうのは、だから今の萩生田さんなんかもねそういうこと言ったっていいんだよ、はいはい、うん、まあでもね、萩生田さんはね比較的控えめでね、まあ岸田政権にあんまり言わないから、それでブラックホールだから言う
だからでも飲み込んじゃってあんまり言わないかもしれないけどね。あ、だから考え方としてあるの。あ、うん、これはそうなんです、ね、だからあの3兆円予想以上でしょと、うん、予想以上になっちゃうとどうなっちゃうかっていうと、実はねあの財務省の頂きになっちゃって、そどっかのあの半分はね、剰余金処理っつってて、はい、国債の減額に使っちゃうし、あと半分はどっかの来年の財源かなんかに使っちゃう。来年に回すんですか。まあ多分ね。だからこれを3兆円に来たんだら、はい、それをそっくりそのまま国民に取りすぎたんだからお返ししますっていうのが普通なんだよ。そうですよね。で、そうすると1人当たり3万円ぐらいだからね、はい、結構いいボーナスなんで。でこれね実はやるとねもうちょっと増えるんだよ。ああ、また使うから。でこれもまたあの減税上数って言い方するんだけど、はい、3兆円使うと大体また GDP かなんか3兆円以上増えるんだ。へー、そうそう、だからこういうふうなのをうまく使うっていうのは経済政策としてありで、財務省は今言ってるように、はい、なんか剰余金処理しちゃうとそれ効果が少なくなっちゃうんだ。あれ消費税 1% 下げるとどれくらいなんですか。大体3兆円だから消費税で 1% 下げるって手もあり。あり、あり、あー、なんかそれはいいですね。今は軽減税率はみんなで適用できるから、はい、全品目軽減税率 9% にすることはできるよね。あ、はい、そういうのもあり。だからこれはもういろんなやり方があるんだけど、3兆円を使うと、うん、そうすると国民一人頭3万円ほどのボーナスが来るというので、はいはい、これはごく普通の考え方で、成長減税って覚えておいて、それでこれは自民党の政務調査会の成長がいつもやってたっていうのを覚えておいてもらいたいね。それはやっぱあれですか、ずっとデフレが長く続いたからあんまそういうことを考える暇がなかったみたいなこともあるんですか。忘れちゃってんじゃないの。忘れちゃった。昔はよくやってたけどね。もう全然よくやってた。よくやってた話で、全然全く大したことないんだけどね。そうなんです、うん、ごくごく普通。だから普通はだからみんな経済成長率上がると成長減税で還元するって、うん、みんな言ってたよ、ずっと言ってたよ。そうするとやっぱこう働いてる側もなんか気持ちよく税金を納めるというか、本当でしょ、うん、で別にさ、財務省としても68兆で見込んでて予算作ってて問題ないんだから、それでいいじゃねって終わりだよ。そもそもなんかその見込みよりきっちりやるのが役所みたいなイメージがあるので。いやいや、実はあの外れることよくあるから、うん、で外れたら外れたであれでこうやってお返ししてやるのが普通で。そうですよね。だからこれが普通なんだけどね。だから今成長減税って言わないっていうマスコミ言わないんだったらなんかおかしいなと思うけどね。だからここで私で、で、あれね、萩生田さんがもしか見てたらね、あれだよね、あの聞いてきたら、あの、もしかね、あればね、いろんなこと言いますよ。もう過去の話、昔はこういうことやりましたよという、うん、ただこれだけだけどね、これはもう調べればすぐ分かるけどね。なるほどね、うん、そこに行きたくない、やっぱり勢力が強いっていう。強いのと、あとな、あのね、萩生田さんブラックホールでね、おとなしい控えめな方だからな。控えめなんですか。あの体で控えめなんだからイメージ違うんだけど、なかなか政治家で控えめっていう、すごい珍しいね。そうです。だからそれは昔安倍さんが言ってて、ああいうダックンって言ってたかな。ああ、そうですか、はい、なんか欠点は自己評価が低すぎるんだよねって言ってたよ。へ、政治家で自己評価が低いっていうのは あんまりいい意味じゃないんだけどね。だってそれもっと前に出るって意味だからね。あ、うん、はい、自己評価低いっていうのは控えめで、かなり普通の人なんだよ。そうなんです、うん、政治家にしてはっていうか、ちょっとあのね、風格とかね、はい、あの風貌から予想できないんだけどね。でも意外に普通の人なんだよ、あの人。でもね、こういう時はね、成長減税ぐらい一発やってね、うん、そしたらね、存在感出るでしょ、はいはいはい、それで、まあ、次の9月に組閣があるでしょ、はいはい、そのぐらい前にやったっていいんだよな。あの内閣改造あるからね、はい、その前に一発ねぶっ放してね、はい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 、行っていいんだよな、政治家だったら。そうですね、うん、それで今あの清和会のね、はい、会長争いっていうのもね、5人体制でよく分かんないんだけどね、はい、その時にねこういう話をしてもいいなと私は思うんだけどね。ぜひ、やっぱ安倍さんもね、はい、期待してると思いますよ。あ、そうですか、うん、あのね、この成長減税の話、安倍さん結構好きだった。あ、そうですか、うん、だってこれ、簡単なわけですよ、話でしょ。そうですね、うん、そうですね、誰にも迷惑をかけるわけじゃないし、はいはい、アベノミクスの成果みたいな話なんだから、かその成長の果実を還元するってだけです。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。